皆さんこんにちは、講師の平手です。第2回高齢者の体の学習を始めます。このシリーズには内容に合わせたテストを準備しております。弊社ホームページよりご利用いただけますので、ぜひご活用ください。前回は高齢者の病気の特徴、バイタルサインについてお話しいたしました。介護をする上で普段の様子を観察することはとても大切なことです。普段の様子を知っているからこそ、いつもと違うを発見できるわけです。今回は、いつもと違うとは、気づきのポイント、事業所の価値についてお話しいたします。皆さんの家族や友人など、身近な人を思い浮かべてください。その人たちの何か調子が悪そうだなぁと気づくときは、どんな時ですか？顔色や表情、食事の量や食べ方、声の調子や話し方などではありませんか？母親は帰ってきた子供の声を聞いただけで、今日学校で何かあったのかなと気になるものです。このようにいつもと違う様子を見逃さないことが、異常の早期発見につながります。利用者のケアを日常的に行い、いつもを知っている介護職員が、このいつもと違うを見逃さないことがとても重要になってきます。ある施設の実例では、介護職員がいつものように朝ベッドから車椅子に移動してもらった際、彼はふと気になったことがあったそうです。それは握り返す力がいつもと違うということ。声かけへの反応もすべていつも通り。しかし、もう一度握ってみてと促し、その力の弱さだけが気になったのです。看護師に相談しても、握れるし、こんなものじゃないかしら。との反応。それでも彼は絶対何かが違う気がすると訴えます。看護師もそこまで言うなら診察してもらいましょうか、問題がなければそれが一番だしと、病院で診察してもらった結果、軽度の脳梗塞が発見されました。病院の先生曰く、これ誰が発見したの？普通はこの段階ではわからないよ。結果、早期発見で大事に至らず、家族もとても感謝されていました。高齢者は身体的に何らかの異常が起きたり、病気になったりすると、局所的な痛みなどではなく、全身状態として現れることが多いと言われています。なんとなくだるそう、なんかいつもと違うな、といった皆さんのわずかな気づきこそが変化の予兆です。気づきのポイントとしては、主にこのような場面に見られやすいです。それぞれ説明していきますね。身体の状態。いつもに比べて顔が赤い。顔色が悪い。呼吸が早い。呼吸が浅い。体がむくんでいるなどの場合は、体調の変化のサインです。そんな場合、体に触れてみて、熱かったり、冷たかったり、数えてみたり、歩き方や座っている様子がいつもと違う場合は、体に異常のあることが多くあります。普段から体に触れた時の感覚をつかんでおきましょう。また、歩き方や座り方などを含め、利用者の普段の様子を観察することが大切です。会話の様子です。声をかけた時の反応がいつもより遅い。
ろれつが回らない、会話がつながらない時などは意識状態が変化している可能性があります。普段の会話の様子、声の大きさやトーンなどを把握しておきましょう。認知症の方の場合は不快感から言葉が少なくなっていることもあります。食事の様子、いつもと比べて食べる量が少ない、いつも食べているおかずを残しているなどから体調の変化に早く気づくことができます。食事量が減ると同時に水分量も減り、気づかないうちに脱水になってしまう場合があります。水分量にも注意が必要です。食べ方の観察ポイントで食べるスピードや箸やスプーンの使い方なども把握しておきましょう。排泄の状況です。皆さんもいつものパターンで排便がないと気になりませんか？高齢者も同じです。特に認知症の方の場合はいつもと違ってイライラして落ち着きがなくなったり、不穏になるなどの様子から便秘が始まったと気づかされる場合があります。便秘が気になり頻回にトイレに行き息む、こんな様子から何が想像できますか？便秘が原因で血圧が上がり脳血管障害を引き起こすこともあるということです。排尿については尿の出方や回数、一回量などを把握しておきましょう。特に尿の出が少ないなと感じたら水分を多く取ってもらうなど、排泄物に関しては形状、色、匂いなどを観察し、ご利用者ごとの排泄パターンを把握しておく必要があります。便秘になると腹部の不快感や腹痛などが起こります。排尿・排便の詳しい知識については弊社の無料教材高齢者の排泄シリーズを参考になさってください。いつもそばにいる介護職員が最も早く対応できる立場なのです。そして睡眠の状況です。加齢に伴い生理機能が徐々に低下するため必要とする睡眠時間が短くなると言われています。6時間寝ていれば十分睡眠が取れているので、8時に寝たら夜中の2時に目が覚めてもおかしくないということです。確かに高齢者は若い人に比べ眠りが浅かったり中途覚醒を繰り返したりします。だからといって無理やり寝かせようとせず、しばらく夜間の睡眠状態も把握しましょう。あなたが感じる違和感、何かがおかしい、ちょっと違うかも、これが事業所の価値です。いつもと違うと感じた時には必ずバイタル測定を行い、看護師や医師に報告しましょう。その際にあなたが気づいたいつもと違う様子を具体的に伝えましょう。このような小さな変化をキャッチすることが異常の早期発見につながり、事故や急激な変化を未然に防ぐことにつながります。そして皆さんが観察した内容は必ず記録に残してください。情報として残すことによって他の職員があなたと気づきを共有し、適切なケアがリレーされていくのです。これこそがまさに介護職員に期待されている役割です。これで高齢者の体シリーズを終わります。お疲れ様でした。